くっそ。楽しい。先へ急がないと。準備完了。あーゲームオーバーなってしもた。諦めない、継続するけど、これ継続していけんのかな。さあ戻ってきたよ。いやーちょっと大変だったなマジで。公務異変が繰り返されてる。それは間違いないわね。この閉鎖空間コーマ橋から誰も出られないのは赤い霧のせいなのか、それとも別の方法は何だっていい。でも理由は知らなきゃね。この渦の奥にはあいつがいる。レミリア・スカーレット、ずっと待っていたのよね。すぐに行くから待っていなさい。さあレミリアに会いに行く。マジでさ、このコウモリどもが本当にうざい。本当に随分な歓迎だな。弾幕ちくさ敵上がってこのやる。どっから来るかマジで分からへん。もう余裕かな。ガンガン行くわ。うわー怖い。来すぎ来すぎ。危なくなってきたわね。おしゃべりしてたら負けちゃう負けちゃう。追撃食らっちゃう追撃。こんなものね。やっばー危なかった。赤い霧に釣られてきたのね。楽しそうね、レミリア。よく来た、ハクレイレイム。ホーマ教はあなたのせいってことでいいのよね。我が力が紡ぎし迷宮の頼りなき住人よ。この赤き戸惑いの淵でこのまま我が足元にかしずくがよいぞ。住人って住んだ覚えはないから。それに大体のことは分かってる。誰も館から出られないし、時間も繰り返されてるでしょ。さすがねレイム。さあこの世界を終わらせなさい。ひどいことを言うのね。でもそれも嬉しいわ。月の赤さに泣きそうになること、舞う花の紅が二度と帰らぬこと、レイムなら分かってくれると思っていたもの。それがコーマ教で時を繰り返させた理由。みんなを巻き込んで。だったら本心を聞かせてくれる。いいわ、聞かせてあげる。私はレイムと戦いたい。戦いたくて戦いたくて仕方がなかった。ずっとずっと、いつまでもこの瞳が紅に完璧に染め抜かれるまで。戦うためにわざわざこんなことしたのか。でもそれとはまた違う気がする。この世界にあるのに。危ない、危ない、危ない、危ない。めてやろう。早いねこいつの動き。私一人分じゃ足りないわね。食らっちゃった。そっちを入れても足りるかな。いつまで逃れるのか。私を楽しませなさい、スカーレットマイスター。レイム、危ない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 。そんなに逃げたしは楽しめないじゃない。楽しんでるけど、浮ついて間合いを忘れたりしないだけ。まとになるかしないのね。危ない、狂いなさい。ちょっと間際まで存分にあがくといいわ。ちょっとは反省しなさい。間際って何。お前の希望なんて全て幻想よ。集中しなきゃ。いやー強いなマジで。こんな動きで勝つつもり。そろそろいけるかな。遅い遅い遅い。オッケー。うわ、真実を見せてあげるわ、ドラキュラ・クレイドル。うわぁ、そんな、このまま戦いが終わっちゃうの。残念だけど、何にでも終わりが来るのよ、お嬢様。くっそ、これマジで危な。うわーマジでたまらへん。生ぬるいのよ。危ない。うわやばい、危な。
あー、くそ。これで決めるわ。無双封印。あー、くそ。強い。マジで強い。絶対行けそうね。だ。相手の動きを見定めないと。オッケー。やる気が出てきたわ。展開。オッケー。よっしゃ、止めた。うわ。いつまで長くいるのか。行くわ。身の程知らずに。やばい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 。どうすればいけるかな。本気を出して行くわ。オッケー。強い。本気で殺すわよ。スカーレットデビル。このリンネを断絶して、またあの退屈に私を追いやろうというの。いつだって遊んであげるわ。もっと素直になってくれたらね。こんなの生ぬる。うわ、殺されに来たのね。うわ、はやっ。もうちょっと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 。やる気が出てきたわ。オッケー。この私は殺されるだろう。倒した。私の負け。どうしてなぜ勝てない。私の方が強いからじゃない。さあここから出してもらいましょうか。それはまだ無理ね。それってあんたの力じゃ封印を解けないってこと。そうとも言うわね。まったく、自分がまともに扱えない力を使ってまで私と戦いたかったっていうの。その通りだけど悪い。祝勝会の準備もしていたわ。客人も呼んでおいたし。まあゲストというか労働力としても数えていたけど。その祝勝会中止するわけ。そうするしかないわ。しかし次は必ずや、私が霊夢に勝ってみせる。無理無理。いや、でもやったらいいじゃない。どうせここ出るには何かやらないといけないんでしょ。だったら時間もあるわけだしね。祝勝会じゃないけど、そうね、お茶会でどう。ちょうどお茶が飲みたかったのよね。うん、それは悪くない提案ね。よし、ではすぐに始めよう。ところで質問なんだけど、どうしてわざわざこんな世界を作ったの。それは霊夢と戦うために。それだけなのかしら。この世界が終わってほしくなかっただけだ。ん？二度目は言わないわ。さあこの世界があの力で破られてしまうまで茶会でまったりしようじゃないの。あの力って、そっか、そういうことか。わかったわ。ダメっ子はダメっ子なりに考えてたわけね。よしよし、いいかいいか。この私を、いい子いい子。嫌なら逃げたら。この手高き紅の眷属が人間などに怯えて逃げるとでも。しばらくこのままでいるわ。懐かれたか。勝手にしなさい。私はいつも勝手にするわ。本当は偉いのよ。わかったわかった、お嬢様。レミリア様と呼びなさい。はいはい、レミリア様。じゃあそろそろ行こうか。みんなを呼んでこなきゃね。素敵な茶会になりそうね。私に勝とうなんて早い早い。茶会楽しみだわ。茶会見れるかな。おや、いいんですか。希少品のファーストフラッシュをお出しして。もいいの、今日は特別。私がいて、昨夜が入れた紅茶があればいつでも特別な日だわ。永遠に続くんじゃなくて、有限だからこそいつもどんな時も特別な日になるのよ。それはまた人間的な考えね。人間離れしてるのに。どういう意味。人間というより修羅じゃない。無慈悲で凶悪な弾幕を操るうちに人間らしさを失っていったのだ。あんたたち、次何か起こしたら絶対手加減しないわよ。
泣いたって許してあげないんだから。あー、これで終わりか。いやー、すごかった、めっちゃ面白かった。でもまだまだストーリーは続きそうだね。今度は他のキャラクターを使ってやっていきたいけど。いやー、にしても声優さんがね、割と知ってる方がいて、なかなかね、いいですね、楽しいですね。有名な声優さんを使った東宝はこんな感じのゲームになるんだな、素晴らしいな。いやー、このゲーム好きだわ、また続きやろっかな。とても面白かったです。